とりあえずやってみる。やって最後に戻りゃいいが。いいな、行きたい。なんだろう、こんなのに行こうとしてるの。まあ無理なんでしょ。うん。先を選ぶ。どこだよ。まあ全部行けってことがあるし。これはやばいパターンいきなり。で、ま、これはバグってるパターンなんでしょう。やってればある。待ってる感じやん、バグってる。いや、進む。お、早い。やることの方が大事だから。イベントのために。出ておく。イベントが絡んでなければ3章進めなかったかな、現状は、うん、っていうぐらいのもんだから、まあわからんがセキュリティ装置を使って各クラスに行ってくるしかないんじゃないもん。物事を進めるためには。ああ。これが大体のパターンっぽいっつうか、もうわからんけどね。まあ3の6までは夢舞台だから、まあ、夢舞台は、夢は夢のままで終わるだろうから。このペースは1日やるのは辛いから、やっぱりちょっとずつやっていくべきだな。
A 組、 A 組をやれって言ってんだから A 組で。ん？変の？変ってのは分かったんだけど、どうやっていくの？これが A 組。今の A 組でいいの？なかったけど、これが A 組もしかして。で、入っていくのもう一回なんか。何これ？多分なんかさ、こっち、これかな？どっかがわかんないんだ。あれ？こう見てると、これが入り、まさかこの、この辺から通れるとか。あ、これか、いつもの隠し。ここが。なんか2つのこれになってるとこって。命中であった。喉くん、あなたもろ？不可でもう終わりですか？まあ、わかんねえけど、これで、だろうか。はい、まあ、OK なんでしょ、多分。
いって書いてるぞ。いって書いてこれ。え？何これ？わかんない。ランは陰陽の力で壊すもんでもなさそうだし。なんかあんの？これ何？低い学生で、学生わけわかんねえけど、アイディ何なの？ああ、だから結局永久ループになるんだ。やることがなくなったら、その西の遺跡とやらに行けばいいのか。の通路。何これ？この小さいのを使って動かすのかな？あ、いいんじゃね。
一旦戻ってもう一回来るか。ないと、これ。青。無理か。あと、でも二つか。まあ、一旦抜けてもう一回やろう。これ人がいなくないないから。人がなくなったんで、残り二つ取ろう。こういう時に道張るのは良くない。何が星さんの条件なのかわかんないけど、人が生き残ってることが条件なのかな。だとしたらもう、まあ、どうせもう一回やんなきゃ、やっぱり、うん、あのままクリアしても、強引にクリアしてもクリアじゃなかったって。うん、だから、もう一回やればいい。まあ、取るしかない。ランは陰陽の力で敵を撃破した。もう一回やろう。ああ、なさそうだな。この本しかないのに。どれね。あ、こうか。本を拾うしかないんじゃない？もう。で、再生。多すぎて、いっぱいか、俺。あ、また戻るか。これ一旦入り直し。だからだな。
あれ、本が、ないパターンだから。じゃあもうこれ抜けたらいいじゃん。あ、じゃあまあいいや、もう一回やろう。こってか、こういう風にやって。もう一回きれいにやるしかない。本がない。ことは、たぶん、あ、2種類か。時間がねえから、2種はい。残り2つを取る。はい、はい、はい。だが二人亡くなるんだけどいい。はい。までしかねえな。おば、白いお化けの前に並べる感じ。このままでいいのこれ。それで、はい。あ、いけた。あ、当たった。当たったけど。あと一個は、あんにしようと思ってはだと。敵強くなってる。寝ないかもしんない。なくなっちゃダメなのかもしんない。無理かもな、3の6か。とりあえず最後のあれを。ああ、投げるしかないか？時間がないからもう。タイムリミットが迫ったことで。これやってみるか、1個。持って、これやってみる。失敗。失敗じゃん。投げる。え、ダメじゃん。あれしても。よし。よし。だぜ。よし。あとはクリアラインまで向かえば。ないで、ただ倒されないでっていう絶対目標があるけど、が強いからな。あんな、なんか敵が強くなってきてるぞ、これ。
危なかったぜ。まあこれでこの2割って。でしょうかね、これで。他に何かやるかね。あとは普通に進める。